ですけど、まあ、その、日本がね、惨敗してるというか、もうそんなにその悔しいとも思わないぐらい負けてるファーウェイについてですね、はい、アメリカの上院議員が警告してるのは、同盟国よ、はい、ファーウェイは本当にやめとけ と、はい、こういう記事出てますよ、うん、はい、ワシントンポストからこの記事が出てたんですけど、うん、なんだっけな、これ、はい、記事が見つからないな、はい、ね、これ、この人たちが皆さん、はい、これ非常に、まあ、日本に対して、まあ、援軍となってくれる、はい、まあ、援軍となってるトム・コットンとジョン・コーエン上院議員、コーニーですね、コーニーさん、はい、ジョン・コーニーもベテランですけど、はい、トム・コットンって若いのに、はい、まだ1期目かな、うん、上院議員なんですけど、まあ、元ネオコン、はい、元ネオコンというか今でも多分ネオコンだと思うんですけど、はい、非常に論説張ってた人ですね、意見をいろいろやってた人なんですけど、はい、なんでコメンタリーっていうネオコン誌で彼はすごくバリバリ書いてた人なんですけど、突然上院議員になりましてですね、うん、まあ、まさかなると思わなかったんですよ、僕もこのトム・コットン、はい、みたいな、あのトム・コットンがみたいな感じだったんですけど、うん、上院議員のこれ諜報委員会ですね、はい、重要人物ですよ。でこの人たちがなんと意見記事を書きました、うん、これです。ジャパンニュースに転載されてたんですけど、ワシントンポストに、はい、載った記事ですね、はいはい、中国をやっぱりその 5G から締め出せという意見記事書いてるんですよ、うん、彼らは共同でね、はいはい、でその本当の何を言いたいかというと、同盟国たちに対してですよ、同盟国たちに対して、アメリカは一応 5G、 そのファーウェイを排除したわけじゃないですか、はいはいはい、ところがこの 5G を排除したんだけど、他の国がやっぱりファーウェイのやつを入れちゃうじゃないですか、はい、そうすると問題が起こると、うん、だってこっちは排除してて、全くクリーンなのに、はい、そこにダーティーなのがいっぱいあったら、はい、結局一緒に汚れてしまうということになりかねない。そうですね、そうそうそう、だから意味がなくなっちゃうんですよね、全部排除しないと。だから同盟国たちもすいません、はい、アメリカもやめたけど、あなたたちもやめてくれっていうお願いの記事を書いてきたと。一応でも日本は辞めるっていう、ね、まあ日本はね一応辞めるってことになってるんですけど、はい、彼らが言ってるのはもう特に非常に強く主張してるんですね、はい、ファーウェイはテクノロジー盗んでるってズバリ言ってるんですよ。なあ、そうですね、あんまりそのじゃあ証拠見せろっていうのがやっぱ結構ヨーロッパ側だったりとかするんですけど、はい、彼らはもうとにかく臆することなく、うん、テクノロジー盗んでるってズバッと言ってます、はい、でまず一番やり玉に挙げるのが、アンゲラ・メルケル、はい、メルケルアホかと書いてます、はい、なぜかというとノースパイアグリーメントっていう、このスパイをお互いにしないっていう合意をやるって、これ番組でも一回やりましたよね、はい、ドイツ人は法律を重んじるので、はい、契約としてアメリカと中国はデータを盗まないよという契約をしたから、ファーウェイを使っても大丈夫って言ってるっていうでそれはアホかと、もう断言してます。だからまあ一種のね、はい、女子風呂に、はい、見ないって約束したから女子風呂入れてもいいですよって言ってるようなもんですよねまたね、はいはい、そういうレベル、そういうレベルですよ、そのメタファーです、はいはいはい、で彼らがそのじゃあ実際に中国盗んでたぞというところの証拠としてやっぱ挙げてるのが、うん、これ日本ではどうなのかな、あまり、注目されてないかもしれないですけど、はい、その筋の人たちは知っているアフリカユニオンっていうのが、これエチオピアのアジサベバにあるんですけど、はい、これアフリカユニオンって何かというとアフリカ連合といって、はい、アフリカのまあ緩い国連みたいな組織、NATO、はい、じゃないで EU みたいな、はい、まあ、全然そこまで行ってないんですけど、はい、そういうアフリカ連合の本部があるんですよ。でその本部を建設をなんと中国企業が、国益が受け負ったんですね、はい、でその受け負って、じゃあアフリカユニオン、あ、なんか随分安くやってくれるんだね、ありがとうって言ったんですけど、いざできたってことになってなんか入ってみたらですね、毎晩、うん、毎晩ですよ、はい、いろいろその中にどうやらそのビルの中に盗聴器が仕掛け合ってるらしくて、はい、その全部の中に入ってるサーバーがもちろん中国製のやつが入ってるんですけど、はいはい、毎晩激しくいろんな情報を中国に送ってるそうです、はいはい、それが判明したと毎晩、まあ、そう毎晩データ抜いて送ってたということが判明したと、まあ、そうですよね、はい、でそこをやっぱりこう言ってますね、はいはい、ホテルでも、まあ、そのあれですもんね、うん、監視するぐらいですからね。ああ、そうですよね、はい、でオーストラリア、ニュージーランド、日本の例を挙げて、はい、日本、オーストラリア、ニュージーランド見習えということもこれ書いてるんですよね、はい、そうですね。で、面白いのがその、これターンブルさんというこれ、オーストラリアの元首相の方がいらっしゃいますけど、そうですね、はい、この方が言ってることを、うん、引用してます、はい、つまりこういうふうに機器をいっぱい 5G ネットワークで 5G の人たちは絶対に我々その中国の政府に屈してね、うん、その秘密を取るようなことはしないって言ってるじゃないですか、うん、はいはい、でもそういう意図っていうその人のインテンションっていうんですか、うん、意図っていうのはつまり能力さえあれば、うん、いつでもその意図が変わればこれ道具として使えるわけですよ、はい、こんなにいっぱいだから銃を何十丁も今持ってると目の前で、はいはい、持ってますけど僕は絶対にこれをあなたに向かって使わないって言い切ったとしてもですよ、うんはいはい、突然切り替わって、うん、なんか技の野郎
気に食わないこと言ったなと思ったらすぐバーンって打てるじゃないですか、はいはいはい、ここですよ 5G ってやっぱ結局そういうところがあってそうですね。だからやっぱ銃を持ってるやつと丸腰のやつでは話なかなかできないよね、はいはい実際まあ何そんな積み上げてんのみたいな最後切れたらやっぱ撃たれるっていうのがどうしてもあるじゃないですか。でそれ核ミサイルだってそうだし、そうですね、うん、そうですね。だから持ってるっていうこと自体だからそのケイパビリティっていうその能力があるっていう時点で、はい、もうすでにその意図が変わったら 5G の人たちが心を変えたらですね、はい、すぐできちゃうわけです、はい、だからここはちょっとまずいんじゃないのっていうふうにから指摘、はい、まあタンブルのことを使いながら解説してる、はいまあ、でその次、はい、そうですね憲法9条があれば大丈夫みたいなのは甘いということですよね、もちろん。まあまあね、はい。で、軍の通信インフラ、これですよ、うん、やっぱり 5G がある程度、ものすごいスピードになると、うん、すぐその、例えば NATO の軍隊がフィンランドの近くとかで、うんまあ、演習をしたとかするじゃないですか、うん、そういう演習先の情報でその、戦車とかが持ってる情報なんとか、うん、その辺の指揮所が持ってる情報、はい、一瞬で抜けることができる、ね。軍の情報が、はい 5G になってきたら、はい、あっという間に抜けるようになっちゃう。そうです、まあ、情報量がすごいのでつながってしまうとね、はい、そうですね、はいはい、もう本当1秒で、うん、もうそこの部隊の今回の全演習の情報とか抜けるかもしれないわけですね、はい、5G とかになると、うん、そうするとこれ NATO にとってはまずいんじゃないかと、はい、だからそういう意味で NATO の国々もお願いだから我々と同盟国だからやめてください 5G はファーブ入れないでくださいと言ってる。そこは法的に、はい担保してるから大丈夫って言ってるのがメルケル。メルケルなんですけど、それはないでしょうという話ですね。はい、まあ独裁政権、まあ彼ら言ってるのは独裁政権に情報の流れを握られてもいいのかと。そうですね。やっぱりその、はい、アメリカにとってこれ今ブログで僕書いてますけど、うん、そのやっぱり情報面で物理的に拡大する、心理的に拡大するっていうのは構わないんですよ。はい、それは傲慢になって勝手にお金使ってくれてってことですけど、うん、情報を取られるっていう点は一番痛くないですか。そうですね。話ですよね。これはやっぱりそれを指摘してるっていうところですよね、うんはい、やっぱりいやこれはなかなか真っ当なこと、まあ遅いですよ、はい、彼らもう遅いよなんですけど、まあ、言わないよりはマシだなと、はい、だって前はパソコンから自分の入れてるパソコンにね、はい、情報を全部抜こうとしてもすごい時間かかったじゃないですか、はい、そうですそうです、はい、だからこうパソコンを新しく買った時に載せ替えるってすごい時間かかったじゃないですか、はい、5G になると一瞬ですよ。一瞬で載せ替えられるような感じなのかな。そうすると盗むのも、はい、盗むのも本当に楽ということになりますよね。でやっぱ盗みも早いですよということですので、もういろいろこうちょっと頭を切り替えるのが非常に大変になってきますね、はい、でここはですね、はい、中国の場合は問題は今これ NATO の方とかで結構言われてるんですけど、はい、中国って規制しましょうって話になると、うん、手を挙げてあもちろん規制しますって言うんですけど、うんはい、その規制を守らないんですよ。そう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 。それがすごい。だからその建前と本音も使い分けるってこともしないというか。そうそうそう。だからそれを、はい、なぜ日本はいつも信じちゃうのかなっていう中国ね。戦略もっと勉強したいよという人はですね、はい、戦略の階層、はい、人生にも役に立ちますからね、はいはい、例えば多分これ見てくださっている人は、はい、30代40代、うん50代の人いるんですけど、もう働き出して俺10年経ったけど、なんかラットゲームやってんじゃないのと、まあ同じとこをねぐる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 回ってんじゃないのという人とかいると思うんです、はいはい、その人はちょっとあもうこれでこれで、ね、戦略の階層がありますんで、もうちょっと上の視点から見ましょうと、はい、上の階層に人がいて、はい、上の階層から自分を 見てる人いるんですよと、やっぱ自分にも戦略という部門を作って、うん、上の階層から、ね、あ、俺の人生戦術的に動いてただけだったなということを気づいてほしいなという感じですね、はい、逆に俺って駒にされてたのとかを気づくとかね、そう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 、あと、ねはい、自分どうせ駒しかないじゃんって思ってる人もいると思うんですけど、うんすね、いやいやどうやったら上に行けるかと、自分の戦略を持てるかと、はい、そしてリアリストはい、入門、これも日本にはリアリストが少ない、例えば、はい、左翼の人っていうのは、うん、情緒的になってすぐギャーと、はい、安倍のせいだ、基本情緒系だし、うん、結論ありきっていうかね、はい、人権が大事人権が大事って言うけれども、はいはい、中国で踏みにじられてる人権問題は言わないんですよ、うん、そこら辺がなるほど、ね、おかしいじゃない、うん、でも保守の人は割とリアリストが多くて、うんはい、それは柔軟に考えるんですけど、はい、でも保守の人の中でも、はい、安倍さん批判全くしないっていう人もいる、ね、おやっぱ部分否定できてこそリアリストですからね、はいはいはい、これはこれ是々非々で考えられるからっていうところなんですよね、はい、どっちが国益に合うかと、
安倍さんが大事だったら安倍さん大事なんだけども、でもここ直してほしいなというところはやっぱり言わなきゃいけない。そうですね、安倍さんも神様じゃないですからね。そうです、保守の中にもやっぱちょっと情緒系保守がいてですね、ちょっと否定するとギャーってこう来ちゃう、はい、あ、ちょっとそれって結局左翼の人と一緒じゃないのと、情緒系じゃない、保守って言ってるけど情緒系保守じゃないのという点を気づいてほしいなと。そうですね、そういった点も勉強したかったらリアリスト入門、リアリスト入門ですね、はい。